まあまあ。ポケットの充電がないか。充電器壊れてるな。ぼさってますけど、2、OK、よし、完璧やん。皆さんこんばんは。サイドポニーじゃないよ、ポニーテールです、普通の。皆さんこんばんは。 AKB48 チーム8のチーム封建人の初子とただ初子です。19歳です。ということで本日は宇多田ハツカのバズりましょうお時間です。じゃあちょっとテロップ打たせてください。うたたはつかのバズりましょ。じゃあね、夜ご飯も、今日も夜ご飯はあのクリスマスからタワーくださった方の名前を書いてないんで、今日の配信の一通り終わって時間があったら今日書こうかなと思ってます。もし書けなかったらまた次の配信で書いて、ちょっとその方がいなかったらちょっと聞きます。またこんばんは。ということでですね、ちょっと一旦雑談を5分3分くらいしますね。今日はですね、今日の1日の宇多田ハツカは、充電器一昨日買ったやつが、あ、ちょ壊れそう、あんま使いな、あんま接続がちょっと悪くて、で電話したところ返品できそうです。喉の具合良くなりました。明日会えるの嬉しい。会えるの嬉しい。いつ昼夜だ、どちら。お疲れ様、ありがとう。宇多さん、ありがおぎパカ。ということで、あの明日じゃない、今日はですね、そう一日休みだったんですよ。そうお休みで、だから今日はあのちょっと1個だけ予定があったんですけど、昼に、そうその予定の前までちょっとスーパーに買い物行ったり、お洗濯物をしたり、朝ごはん食べたり、あとはお風呂掃除とかもしたかな。お風呂掃除したり、そうしたりしました。でご飯、スーパー行ってからは今日はグリーンカレー作ったんですよ。でグリーンカレーにナンを食べたくて、ナンが食べたくて、オートミールと片栗粉でナンを作ったんですけど、それがめちゃんこ簡単だし美味しくて感動した。こんなに美味しいの作れるんだって。そうだからぜひ作ってみてください。多分オートミールナンって調べたら結構すぐ出てきたメニューだったんで、すぐ出てくると思うんですけど、あのオートミールと片栗粉と、あとベーキングパウダーと水と塩をちょっと入れてチンしてから、チーズあのチンしてからラップに出して伸ばして、あ真ん中にチーズ入れてフライパンで焼くだけなんで、ちょっと作ってみて、みんなも。はいっていうグリーンカレーとか作ってから、ちょっとプライベートでほんの少しだけ予定があったので、それを終わらせて聞いて、でその後に事務所行って1時間あのちょっと提出しなきゃいけない写真があったんで、それのためにメイクして、メイクして写真撮って、でちょっとコンサートの練習を1時間くらいして帰ってきて、夜ご飯を今日作って、今日の夜ご飯はレバーともやしを炒めて、あ
あとブロッコリーとかぼちゃをチンして、であと豆腐ですね、冷ややっこ食べました。ひらぎさんありがとうって感じで、ちょっと最近健康的な食事を食べるって作って食べるってことは素晴らしいことだなってことに気づいて昨日からですけど、もう一昨日かな、一昨日か、洗濯しますよちゃんと。そう、なんかこの今日をちゃんと作ってみて気づいたことがあって、なんかコンビニとかで、あんまコンビニで買うと高いじゃないですか、だから結構適当にちょっと安いやつとかをこう合わせて食べてた時よりなんか満足感がすごいから、心もお腹も満足するから、なんかその後になんか食べたいっていう気持ちが今日はあまりなくて、そう、なんかご飯以外の間食をねほぼほぼしてないですね。だからなんか自分が食べたいと思うものをちゃんと作って食べるってことは大切なんだなと思いました。はい、ひるりさんありがとう、うどさんありがおぎ、おかきさんありがおぎそう、だからそうなんですよね。だから今日はですね、今日のお便りは皆さんが忙しい時にも作れる簡単手抜き料理を教えてくださいって言ったので、今日はそれを見てまた私も作ろうと思います。皆さんのメールを見たから作ろうと思います。なので今なら間に合うんで、私がもうこれはめちゃくちゃ簡単だよっていう料理とかありましたら、ぜひツイッターの方の私のツイートに募集のツイートがあるので、そこで作り方とかもね教えていただけたらすごく嬉しいですっていう感じで、今日はこんな感じでね、結構ね充実した一日だったのではないかと思います。まあでもまだ8時でしょ、だからこれからあと4時間くらい起きてると思うんで、あと4時間くらいもね充実した一日にしていきましょうね。はい、ぜひ簡単料理知りたい方もぜひ私のツイッターのコメント欄見てみてください。参考になる、なんかさっきもちょっと始まる前に見てたんですけど、すごく美味しそうだなと思って、すごく美味しそうなのがいっぱいありました。ちょっとさ、ボサボサなの気になりますか、オイルつけた方がいいかな、まあいいかっていう感じで今日は過ごさせていただきます。はい、綺麗になりました、うるせえでもさ、フェイスラインがないよね、まあその方がでもよくて、ひらりさんありがけかせてということでですね、まずは今週の宇多田ハツカを皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。ちょっとね先週の日曜日ちょっと歌バズをずらしてたのもあって、年末にちょっとすっかりね忘れてたんですよまあで、このまま1週間で、まあ年明けしてからこの今日が9日間だから、まあ、9日間何をしてたか、ね、紹介したいと思いますけど、ちょっと紙、に書くのちょっと、まあ、あれですね、ちょっと口で言うんで、皆さんお耳をパンって開けて聞いてください。私のこの9日間年末からの、あ、間違えた、年始からの、はい、そう、そうですね、まあ年始は家族と結構6日くらい過ごせて、そう、ボサボサだな、やっぱりちょっと気になるから、ちょっとやっぱごめん、気になるな、早めに行動、はい、よいしょ、はい、はい、オッケー、ちょっとオイル持ってきた、もう薪が取れてるのね、まあでもちょっとなんか面白いことになっちゃったけど、はい、それでね、ちょっと S 字に巻いてたんですけれども、S 字も巻きが取れてしまってますね。巻きが取れちゃってますけど、キュッキュッ、はい、余ったオイルをね、この髪だけでキュッキュッて、キュッキュッてやってね、前髪も解いて、整えて、はい、鼻もかいて、かゆいなら、はい、オッケー、遊びに来たよ、ありがとう、今日いい雰囲気。なんかこの遅れに笑っちゃうんだよな、なんかちょっと、まあいっか、20日の花形しか見てないもんね、よいしょよいしょ、
ん、何の話してたっけ。あ、この一空かなかか、そう、まだ見きれい。春のゆうちゃん、ハッピーニューイヤー2022、ありがとう。久しぶりだね、ショールーム、ありがとう、来てくれて。そうだ、そうだ、年始だ。6日くらい家族と一緒にゴロゴロしてたんですけど、結構ね、いろんなところ、うん、結構、はい、まあいろいろしてめっちゃまとめちゃったけど、まあなんか本当にお正月って感じのお正月をね過ごさせていただいてたんですけど、それで一番最初のお仕事が6日のヒカルの生誕祭ですね。平野ひかるちゃんの生誕祭に出させていただいて、その日はねレッスンがあったんですけど、朝レッスンしてからヒカルの生誕祭に出させていただいたんですけど、もう本当に楽しくて、すごく楽しくて、まあ、ゆうなさんが揃ってた公演にしてるのも久しぶりだったし、なんかそれもなんか楽しかったし、なんか本当に楽しかったですなんかみんなすごい楽しくて、一緒に出てるメンバーのみんなさん、そう、もうとても幸せでした。ハートもありがとう。そうですね、そう、なんか遠くにいてもでね、なんか泣いちゃったんですけど、なんか最近私はこの公演に出るたんびに、あーもうここに立つのも最後かと思うんですよ。この公演でこうやって踊るのももう少ないのかって思ったら、もうすごい悲しくなっちゃってで、なんかまあ別にね、その遠くにいてもで、私遠くにいてもって、遠くにいても空は続いてる、空は続いてる、同じ時間がって、ここね、こうするときにね、こう向かい合うんですよ、こう上下にいる人がね。で向かい合って目が合うんですけど、会うときは、その時に奈々さんと私目が合う人だったんです、目が合ったんですけど、もう奈々さんと目が合った時に、もうそのステージに出る前にもう一緒に立つのも、この公演で一緒に立つのももう最後かもしれないよねって話をねしてたんですよ。わからないけど、まあ何がわかるかわからないじゃんだからまあ最後じゃなかったとしても、もうあと 1,2 回ぐらいしか一緒に立てないよねみたいな話、まあ立てないんだなっていうのをね、すごい感じて、すごい寂しいなと思ってたんですけど、もうそこで、ね、目が合った時にもう悲しくて鼻はじほじほじですね。はい、まあでもね、さ、立ててよかったですね。で、あとヒカルンがすごく、ここ数日結構ずっとヒカルンと一緒にいたんですけど、いやー、ヒカルンはね本当に素直ないい子ですよね誰って感じですけどね、もういいですね。そう、悲しかったです。そう、ヒカルンの生誕祭だったんですけど、ヒカルンは本当にね頑張り屋さんで、まあ、自分に対してねすごくストイックなんですけど、でなんか本当にで、それでもってまたすごく繊細な心を持ってらっしゃる方だから、本当にずっとね一緒にいて、本当入ってからずっと一緒にんだけど、本当にもうすごいたくさんなんか悩んでることとかがあるなって思うこともすごく多いし、すごい自分にね自信がないのかな、なくて、でも私的にはもうそんなねことないぞって思うこともたくさんあるくらい、あるぐらい魅力がいっぱいなのに自信がなかったり、そのなんだろうな、他の人よりも敏感に物事を、なんだろう、敏感に、他の人よりも、なんていうんですかね、敏感に、いろいろな出来事や物事に対しての、感情の受け止めがすごい敏感というか、繊細ですね。はい、繊細だから、本当にね、いろいろ大変辛いなと思うこととかもあると思うんですけれども、まあ私もね、一緒に頑張っていけたらいいなと思うし、なんか一緒にいて、なんか近くで見てて思ったんですけど、すごい綺麗になったなと思うので、なんかこれからもっともっと活躍、私もですけど、お互い活躍できるように
切磋琢磨できたらいいなと思いました。はい、まあ一つ言うとするならば、私もねヒカルもユリさんとナナさんがね大好きなんですよ。カフェイベントでユリさんとナナさんをリスペクトしたカフェイベントを開いてしまうくらい大好きなんですけど、なんか最近ナナさんとご飯食べに行ったらしいんですけど、その時にピアスをもらったらしいんですよね、ナナさんから。そのピアスをさりなく私に自慢してくるのは本当にやめてくださいいいなと思って、そうなんか見てって私にやってくるの本当にやめてください羨ましくなるんで羨ましいんでやめてくださいっていう話でした。はい、であとツルトンタンユリさんとナナさんと3人で行こうって言わないでください。私も入れてください、行くならツルトンタン、私もツルトンタン行きたいんですけど私も行きたいんですけど、チガミントさんありがてんないと、まあ、また落ち着いたら行きたいですね。はい、という感じで生誕祭に出させていただいてました、6日は。であとはお仕事自体はね特にないんですけど、ずっとレッスンをしてたかな、6日7日8日9日そうだね8、8日がレッスンで、7日は7日はお休みだったんですけど、レッスンなかったんですけど、ヒカルンとその日も練習してましたね。そう練習してましたクレームです。はい、ウドさんありがハート、ありがハート、チョコミントさんありがオーニー、お成功到底成功到底さんありがとう、こたつヒイラギさんありがハート、ありがハート、チョコミントさん過去有効士さんもありがオーニーイエイという感じでレッスンとかに励んでおります。であと少しで12日だから、明日明後日、あと3日後ってこと、やばいよ3日後になったらコンサートがあるんですよ。の日、まあ、まだ無事開催されることをまず今祈りつつ、今自分ができる精一杯を頑張ります。もっともっと頑張らないといけないですね。台本も今のうちに覚えとこう。ひねりあーし、こんな感じで、ちなみにここにいらっしゃる方でコンサート行くよって方いますか？はい、私出ますあ、私出ます、私出ます。はい、皆様行きますか？あの来る方は昼夜とか言っておいてください。ああと、あの来る方は私の青と白のペンライト持ってきてくださいね。あとあとどこら辺にいるよとかも教えてね。全部は覚えれないかもしれないけど、頑張ってください。ありがとう。初行く？お、出ないけど夜2回行きます？あ、出ないのか。でも2回来てくれるんだね。お二日とも行く？やった。みんな他は？他のみんなは？いつもはコメントしないみんなは？いつも見てるけど潜んでるみんなは来ない？来る？鼻かゆい。ランウェイね。こんばんは。こんばんは、仕事？おお、頑張ってね。平日だもんね。そう、配信ないんですよね。最近なんか17ライブさんとかよくしてたから、あるかなと。あ、お仕事終わらなさそう。頑張ってね、お仕事。おお。そんな感じか。なるほど。まあ来てくださる方もいらっしゃるということで、楽しみましょう。来れない方はまた楽しみましょう。お仕事とか頑張ってください。行きにくい時間だと思うので。行きにくい曜日日程で、ちょっとなかなかね、そう簡単には来れないと思うんで、なかなか難しいと思いますけど、来れなかった方、来れない方の分も頑張り
また来れない方がまたいつか会える日を楽しみにしております。はい、はい、ということですね。こんな感じで、私の習慣でした。それでは続いていきたいと思います。続いてのコーナーはダン、もうすぐ8の日ということで、宇多田ハツカが推しメンにレッスンを推しメンにレッスンをもらうコツを教えちゃうのコーナー。はーい、イエーイあとプラス意気込み、イエーイはい、今日は、ね、今日のコーナーはですね、もうすぐ、1月の今月の12日と13日には8の日がね詰まってるということで、ちょっと皆さんはやっぱり行くなら、せっかく行くならこう推しメンから、自分の推しメンからレッスンもらいたいと思うんですよ。せっかく行くならね、せっかく行くならやっぱり、まあ、あの推しメンからレッスンをもらえる確率を上げたいと思うんですよね。はい、なので今回はですね、なんとですね、いつもレッスンを送る側であります私 AKB48 とチームメイト、チーム4兼任の宇多田ハツカ、この道6年目の宇多田ハツカがですね、皆様に、まあ基礎ですけれども、基礎ですけれども、どういう人にレッスンを送りやすいのかっていうことをね、皆さんに今日は伝授していきたいと思います。ちょっとこうテロップ、ね、変えようと思いますね。何をしてるか分からないと思うので、にレッスンをもらうコツ教え、はい、ということで、はい、まあただまず最初の前提として、じゃあ一つ目、一つ目前提として伝えておきたいことがあるんですけれども、まあまずコンサートをで行った時にレスを 100% もらえると思って行かない方がいいっていうのがね、まず前提としてあってほしくて、またそれはなんでかっていうと、あのこちら側もですね、こうファンの方たくさんレスを送ろうと頑張ってるんですけど、まあ、人間なので機械じゃないので機械ではないので、どうしてもあの一人一人にレスを送ったりとか、まあ、自分推しの方は全員一人残らず見つけられるようにしてるんですけれども、やっぱりもしかしたらあんまちょっとわからないんですけど、私もあの後々あの方にレッスン送ってないなとか、そのなんですかね、あんまりあのたまにこう75のコメントで来てたよって言って、来てたの、どこにいたんだろうってなることとかあったりとかして、やっぱり場所がちょっと、まあ場所があれだったりとかした時にもらえない可能性とか もらえない恐れとかもあるので、こう私が教えたことをしたのにもらえなかったぞってちょっと言われても、まあ、私は困っちゃう、そこだけよろしくお願いいたしますね。まあ、それでもやっぱり何もしないよりはね、今日私が教えるコツをですねって言うんですので、あのぜひ作ってください。あと、私からレッスンをもらえなかったからってあの怒らないでくださいね。よくね、あのね、レッスンをもらえなかったって言われることもまあたまにあるんですけれども、あの意図的にあげないってしてるわけでは全くなくて、例えばタイミングが合ってなかったとか、あのちょっと、気づかなかったとか探してたんだけど分かんなかったとか、私が送ってるつもりだったけど相手からしたら送られてないって捉えられちゃったとか、そういうこととかもあるので、なんかそういう、なんだろうな、メンバーとかになんで送らなかったの、なんでせっかく行ったのに全然こっち見てくれなかったねとか、そういうコメントをするのはにあの結構オカロ違いみたいな感じで、あの結構あのそれはしょうがないんですよ。あのね、それはちょっとしょうがないところがあるので、あのみんなね、さ、あの猿も木から落ちる、アイドルも、ね、全員にレッスンは踊れないということでね、そこだけはあのなんだろうな、ご配慮いただけると嬉しいですね。はい、そこだけ、そうですね、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、まず一つ目は、あのこれはね、私、まあ、これはやっぱりみんな知ってると思うんですけど、うちわをね持ってく、これはもう
持ってアイドルの方にレッスンをもらいたいっていう方はこれはもうした方がいい絶対、まあ、これはもうみんなも知ってますよね。成功到底さん、ありがモンキー、ウドさん、ありがハート。そう、うちはまあこれはみんなもね持ってってると思うんですけれども、はい。んでですね、どういううちわが見やすいのかっていうところなんですけど、一番見やすいのはやっぱり光るうちわなんですよ。そう、そう、光るうちわ、これは全員見つけられます。それもなんだろう、結局全員見つけられてるのかどうかもわからないんですよねまたただ普通のコンサートとかよりは会場が狭いので見つけやすいっていうだけですね。そう、事前に行くって言ったら探したりしますよ。買ったやつ、買ったやつって多分顔写真とか載ってるやつですよね。顔写真系は正直遠くだったらあんま分かんない、誰か分からないこうよく顔写真が貼ってあって20日みたいな書いてあるやつとかあるんですけど、あれはなんか例えば劇場のお見送りとかでこう出してもらった時とかは、あ、うちは持ってきてくれたんだ嬉しいなって結構思うんですけど、ステージから見えるかって言われたらあんまり見えないかもしれない、見えないかもしれないっていうか見えないです。はい。それでですね、そうで、まあ、本当に光るうちわは本当2階とかで結構照明の関係で顔が見えない時とかあるんですよ、こう暗くて。そう、それでも光るうちわはめっちゃわかる。光るうちわは本当にそういうのでも作るのめちゃくちゃ大変だと思うので、はい、そうそう、すごく大変なので、まあなんだろう、作ったらまあ見やすいけど、まあ多分大変だからそこそこそんななんかなんか頑張って作るたら見やすいなと思うけど、なんだろう、なんかそこ、なんだろうね、まあ余裕がある方はって感じ。可愛いでしょネックレス。そう、パピちゃんのうちわは見つけやすいかも。で、まあ、普通によくある蛍光の文字が書いてあるやつとかは、まあ、普通に見やすいです。見やすいと思います。ただステージから例えば2階3階が見える時と見えない時っていうのがあって、見えない時っていうのは私が内側に結構ピンスポット的な照明が当たってる時、結構歌唱してる時、私たちが歌を歌ってる時の照明の時は2階のみならず1階の方たちもなんかこう暗くなることが多いんですよ。だからそのうちわとかも見にくかったりするんですけど、多分一番みんなメンバー側がうちわとかが見やすいのって MC の中なんですよね。 MC 中って、まあ、踊ってないから見渡す余裕があるっていうのもあるんですけど、なんか照明が結構全体的に明るくなるんですよ。そうすると MC の時ってすごい照明が明るく、なんか結構お客さん側の顔とかも見やすくなるので、その MC の時は3階とか2階の方とかもいつも顔はよく見えます。はい。なのでぜひね、そこもね、そのアピールするタイミングっていうのも結構大事なんですけれども、はい、そうですね、他のファンの方に邪魔にならないけど、あ、なんですかね、なんかあるんですかね、やっぱり。そう、つけてる首を見る、そうなんだ。自分は目が悪すぎて上席3列目までじゃなければレッスンをもらっても分かんない。そう、そうだよね、それもありますよね、なんか難しいっていうよね。こんばんは、こんばんは。うちわを見つけると嬉しいですか？嬉しい、とっても。
逆に劇場公演とか出た時に私の家は1枚も見つけれないなって時とかはすごく悲しくなります。でじゃあ2個目のねポイントですけど、これは自分の推し面の推しペンライトの色を振るですね。これはあのね、打ち合うよりも多分作らなくていいから簡単だし、はい、そう簡単だし、まあ簡単ってわけでもないと思うんですけれども、あの推しサイリウム2個振るやつ、メンバーの色、あれはあのね、例えばその例えばじゃあその歌ってる時に照明こう遠くの方とかも、はい、こうサイリウムで、あ私は青と白なんですけど、青と白振ってる方にこうやって、あ青と白だってこう、なんだろう、例えばさ一人がステージに立てたとして、こちら側に立ってるファンの方は、まあ、例えば5000人いたとするじゃないですか、まあ、ソロステージみたいになってますけど、で5000人の方たちはここしか見ないわけですよ、まあ、だからそのこの子が、まあ、こだけどこっちの人は5000人をこう見なきゃいけないから、あのなんだろうな、こう目が行きやすいところってどこかっていうと、じゃあこの5000人に対してなんだろうな、いや目どこにどこであってなるのかっていうと、結構ペンライトの色が青と白の方があったら、あってなってそっちを見るんですよ。でそれであーって手振ったら、その青と白を持ってる方って結構私のファンの方だったらこうあのすごいこうでペンライトいらせてくれたりしてするんで、はい、そう、マクさんありがとう。だからやっぱりペンライトは本当にこれはねみんなおすすめですよ。あ片方まとめて持ってて、片方まとめて持ってた方が分かりやすいかもしれない。逆に両手に分けちゃうと青と白になっちゃうから、こうやって持って青と白にしていただいた方が私は見やすい。そう、マクさんありがとう。なんかそうやっぱり4チームメイトってまあ人数多いから、このメンバーと色が似てるとか被ってる子も多分いると思うんですよ。あんまり推しの色とかそういうの正直チームメイトってあんまなくて、そう、そういうのって本当に基本ないから、ないっていうかあんまり活発じゃないじゃないですか。そうだから、うん、あんまり使ってる方少ないんですよね。結構チームメイトで推しのメンバーのサイリウムの色を振ってる方ってあんまりないんですよね、ま、だから例えばなぎちゃんと似てるってなったとして、それがなぎちゃんのファンだったとしても私はそれでもいいんですよねあのでそれでなぎちゃんのファンの方がもし仮に私に気づいてくれて手振ってくれたら、もうそれは嬉しいじゃないですか。私のあの確かにコンサートで私推しの方はもう絶対必ず1回はみんな見たいっていう気持ちでやってるけど、コンサート自体来てくださってる方はみんなチームメイトのファンの方なわけだから、私推しの方はもちろんだけど、私の推しじゃない方にも楽しんでもらいたいし、楽しんでもらうためにはレスを送りたいなって思うから、それがなぎちゃん推しだから送らなくてよかったってなるかと言ったら全くそうじゃないんで、なんかそこはまあなんだろうな、紛らわしいけど、まあそれで私のファンの方かもしれないし、つってないかもしれないけど、まあ、別になんだろうね、送ったからあのなんかハートが減るみたいな感じじゃなくて、うん、何回でも送ろうと思えば送れるわけですから、あのなんか別になんだろう、紛らわしいからといって間違えたから何かあるわけでもないから、まあいいんじゃないかなと思います。はい、そうそう、息日あんまないですね。また AD あんまりないから、私も全然気にあんまり最初の 3,4 年はね、推しサイリウムとかあんまり言ってなかったんですけど、コンサートでとか劇場公演でも青と白を振ってくださってるとすぐ分かるから、大切、めっちゃ大切だなと思いました。はい、生写真注文しました、ありがとう。まあ、あとじゃあですね、まあレスをもらうコツ、もらうコツ、もらうコツとまたちょっと違うかもしれないんですけど、まあなかなか難しいと思うんですけど、まあもらいたいメンバーがいるならそのメンバーを、まあ、見とくってことがね大切かなと思います。あのでもこれはなんか私はなんだろうな、うん、なんかいろんなメンバー見て楽しんでもらいたいし、私だけ 見ろよみたいなことは全くなんだろうな、うん、あれなんですけど、まあ、レッスンをもらうっ
ってことだけで言うと、せっかくレスをもらってても気づかないっていうか、でも私が基本レスを送る基準、例えば劇場公演とかで送る基準って目が合う人に送るんですよ。だって目合わない人に送っても見てないんだもんねだから目合う人に送るから、まず基本的に目合わなかったら指さそうとか手振ろうとか思わないので、もしレスをもらいたいっていうのでコンサートに行ってるなら、第一番に行ってんならそのメンバーを見ときましょうっていう、まあ、基本ですけれどもね、見とかないと多分もらうことはないと思いますね。まあ見てもらいたい、見てないのもおかしいかもしれませんけれどもね。はい、なのでぜひね、こんな感じですかね。皆さん、まあ宝もらったらラッキーくらいの感じで行った方が多分楽しいんじゃないかなと思います。何ですかね、うん、なんかもらえるのが当たり前とかっていう、多分言っちゃうと多分そのコンサートとかで何なんかあんまり自分がそのもらえなかった時とかすごくがっかりしちゃうと思うから、なんかもらえたらラッキー、もらえたら嬉しい、そのくらいのね気持ちで来てくださったら嬉しいなと思うし、なんかパフォーマンスとかでも楽し、なんかそのなんだろう、楽しんでもらえたらいいなと思うので、私自身もなんか例えば席とかがちょっとあんまり今回いい席じゃなくて、あんまりちょっとがっかりだなっていう方とかが、まあ、遠目で見た時にじゃあパフォーマンスがかっこいいなとか、なんか遠かったけど、まあ新しい見方ができて、なんか遠かったけど遠かったからこそのなんか楽しみだなみたいな、遠いからまた近い時とは違う感じで楽しめたなとか思ってもらえるように、なんか頑張ろうかなと私も思います。はい、よろしく。チカメントさん、ありがとう。そう、遠くにも行ってもですね、まあこんな感じですかね。ぜひ参考程度にしてくださいまああとメンバーによってまた多分こうレッスンを送り頻度の多さとかもまた違ってくると思うんで、なかなかあれですけど、そうぜひぜひしてみてください。ただまあ一つそうですね、言えることは、そうですね、私も精一杯頑張っていきますので楽しんでくださったら嬉しいです。どんな感じですかね、今日のコーナーは以上でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今日は12日13日に向けてちょっとやってみました。目立つ服とか髪色にするのも、まあ、ありっちゃありですね。ありっちゃありだと思います。ありっちゃありだとねありっちゃありですね。そうだね。あとはなんかいつも着てる T シャツとかを作ってみて着るとかね、それもありちゃありですね。まあ、そんな感じで12日13日エイドの日あります。カメコタイムでレッスンをもらう方法難しいね。確かにみんな同じポージング、みんな同じだからね、なんかファンの方なんか手振ったりとかもできないだろうし、それは難しいね。まあでもそうだね、難しいね、確かにそれは難しい。とにかくそのメンバーが誰でもいいなら本当自分に目が合いそうな子とかあるけど、なかなか難しいよね。もうこっち見てーとかやってる人いないもんなほー難しいね。だってペンライトとかさ振らないもんね。難しいね。それ、なんかさ、
コロナがなかったら名前呼ぶだったんですよ。ハッツって言われたら、え、私呼ばれたと思ってそっち見るからだけど、呼べないしね、難しい、これは難しいですね。ちょっとまだ私の今までの経験談としてで、なんか語れる、なんか皆さんに教えられるそうなことはないので、まあ、12日、13日、12日のカメコさんタイムで、まあ、どういう人見やすかったかなっていうのをちょっと見てみますね。はい。そんな感じですね。で、12日、13日に映画の日が開催されます。昨年8月に本当は開催される予定だったコンサートを、中止になったんですけれどもね、今回、また開催できるということですごく嬉しいです。こう久しぶりのコンサートなので精一杯頑張って、まあ、あとそうですね、コンサート私のことちゃんと見るのもまた久しぶりだと思うんで、あ、ハッツ成長したなってまた思ってもらえるように、一人くらいはハッツ成長したねってね、つぶやいて、私がエゴサーチ、ハッツサーチをした時にハッツ成長したなっていうツイートが、まあ、一個でもされることを期待して、いや期待してない、されるようなパフォーマンスを自分ができるように頑張るので、皆さんも期待して楽しみに待っててください。はい、って感じですかね。はい、あのそこまで期待をしないでください。なんかソロありそうなんだかそんなこと言われたら、そこまで期待をしないでください。どこに行っても見つけてね。そんな感じですかね。ということで本日のコーナーはこちらで終了に出したいと思います。じゃあ続いてはお便りのコーナーです。で、カメコタイムは何曲とかそんな言えないよ私が。ネタバレネタバレ。まさきまさん、ありがりんぼさん。じゃあ、ん？めっちゃ、あお。毎週ですね、歌バズをやるときは私が質問のお便りをね、ツイッターの方で、募集しているんですけど、本日のお便りはですね、あなたのおすすめ簡単手抜き料理は何ですかということで、私最近結構ご飯作ってるんですけど、やっぱりレッスン終わりとか疲れてるときとかは、まあ、なかなかね作るのめんどくさいなってこともあるんですけれども、そんな時でも作れる美味しい簡単手抜き料理を教えてくださいということでね、皆さんにちょっと聞いてみました。それでは紹介していきたいと思います。ひらぎさん、シンプルすぎるかもしれないけど、まず調味料などでお肉を1週間分作って冷蔵庫に入れます。普通の袋麺を食べる時に作ったお肉を少し入れて、ほうれん草などの野菜にネットかけて入れる完成。おお、美味しそう。あれですよね、多分お肉をなんか味とかつけて、それを多分曲げて保存しといて、その袋麺とか、あのだいたい安いよね袋麺って、めっちゃあの袋麺とかに入れてラーメンができる。素敵、いいですね。カップラーメンよりなんかまだ健康そうだし。長岡太郎さん、ありがメール。それでは続いていきます。新田さん、大量のささみを買ってきて、筋を取って塩と鶏ガラスープの素を入れた鍋で入れるだけ、美味しそう。冷凍保存して食べる分だけチンして毎日食べてます。そのまま食べるのもいいけど、自分はポン酢かけて食べるのが好きです。ただのダイエット食だけど、も私もダイエットしてるんでいいですね。美味しそう、すごいな、みんなすごい綺麗にしてるね。綺麗にやってるね。これあれかな、自分で撮ったじゃあネットなんかな。美味しそう。私鶏ガラスープ、あ、鶏
鶏ガラスープじゃないけど、今日昆布の出汁買ってきたけど、昆布の出汁でもいいか。いや絶対カップラーメンよりは健康だと思いますよ。多分カップラーメンってあの普通の小麦粉とかの麺だけじゃなくて、いろいろなあれ、いろんな、なんだろうな、まあまあ体に良くないものとかがいっぱい入ってると思うんですよ、添加物とかが。それに比べて多分麺とお肉だったら、その添加物の量が多分全然違うと思うから、全然違うと思いますよ私的には。うん、多分ダイエットしてる方だったら、多分麺にこんにゃく麺にするだけでもダイエットにもなるね。ミンティーさん、節約メニューになってしまいますが、キャベツをアチョーして、粉と卵を混ぜて焼くだけの具なしお好み焼き。お肉を入れると高くなるんで、僕はちくわ挟んで混ぜてます。頭にね、誰か助けてください。いや私も助けれるほど余裕はいませんけれども。そう、こんばんは、こんばんは。待って、くにちゃんさん、ありがおぎ、おいしそう。お好み焼き、キャベツと卵と、おいしそう。私も作ろう、私も作ろう。チョロさん、茹でたパスタをにふりかけのゆかりをあるだけ、あ、美味しそう。そこに一味唐辛子の加えても美味しい。ゆかりって美味しいよね。なんであんなに美味しいんですかね。なんであんなに美味しいのと思うんですけれども、これは美味しそう。だパスタ茹でる、そうで美味しそう。確かに汁飲むか飲むかやかも違うよな。高野さん、ありがとう。おフランスさん、しらすにポン酢をかけて大根おろしがあったらかけて白米と食べる。さらにカットキャベツを買ってきてドレッシングをかければ野菜食べれる。あとチョコラ BB の錠剤飲んでる。タンパク質足りない気がするから一日のどっかでプロテイン飲んだ方がいいかも、ということで。なるほど、やっぱりあれですね、ご飯に何かかける系ってめっちゃ簡単だし美味しいよね。そう、いいよね。なるほど、もうすぐメモに書いてくれてる。ジュニアさん、簡単手抜きかどうかは微妙だけどカルボナーラかな。パスタを茹でる時間にいろいろやったら10分から15分で作れます、ということで。作り方、パスタを茹でる、めんどくさかったら100均で売ってるレンジで茹でれるやつだったら、かも、あれやったことないけど楽そうだよね、あのチンするの。オリーブオイルを敷いて刻んだニンニクを入れる。めんどくさかったらチューブのでもいいけど、めっちゃ跳ねるから気をつけてね。お、なるほどね、跳ねるんや。フライパンで適当に切ったベーコンを軽く焼いて、その中に 100cc ぐらいの牛乳とスライスチーズは1枚は2枚とコンソメちょっとと塩コショウを入れる。パスタが茹で上がったらお湯を切ってフライパンにドーンって入れる。卵1個溶いてパスタにかけて焼くまで盛り付けてブラックペッパーかけたらおしゃれなカルボナーラが。すごい、すげえ簡単、簡単、すごい。カルボナーラ作れちゃうらしい。私パスタあんまり作ったことないけど、カルボナーラ美味しいよね。作ってみます。みんなはあれですね、すごいいっぱい教えてくれ。みんなのこのコメント欄を見て、しばらくはご飯作ってみよう。天津風さん、スーパーであらかじめ切っ、あ、間違えた、切ってある煮物用の野菜ミックス、野菜ミックス、人参、ごぼう、こんにゃく、レンコン等を買って、うどんと一緒にめんつゆで煮るだけのけんちんうどん、美味しそう。なんかさ、うどんとか、なんか袋麺とか袋のうどんとかって本当に楽だし最高だよね。安いし。へえ、慣れたら10分かからず作れる。へえ。チラッ、どうしたの、みんなチラチラして。フォローしました、ありがとう。長岡太郎さんもありがとう。ラブレーターメールありがとう。オムライスさん、魚や野菜をそばつゆで煮る、濃さはお好みで調整してください。おおよそ失敗なしでそれなりにできます。モロヘイヤ、お湯でさっと煮る、冷水で締めても良いです。カット、かつお節、お醤油、またはそばつゆ、しりし、そばつゆ版のそばつゆ優秀。魚煮るのめっちゃ美味しそう、やろっかな。どう、お水にさ、めんつゆを入れるってことだよね。ん？だよね、めんつゆだけで煮るわけじゃないよね。そうだね。あのゆうちゃん、ありがとう、ありがクラッカーだよね、超よね。ブリガンチやとマクダダハツミタイさん、かぼちゃの煮物はレンジで、調味料の代わりにめんつゆだと手抜き度アップ。おお、さすが。鶏肉はカットして下味と一緒に冷凍しておくのがおすすめ。照り焼きなら鶏肉に1枚に醤油、酒、みりん、砂糖大さじ1ずつが基本で、好みの味に調節してね。
え、すごい。朝に冷凍室に移しておけば帰宅後には解凍されてるから、あとは焼くだけ。もうなんかさすが主婦、主婦の主婦の主婦なんかじゃない主婦、うん、さすが お母さん。こうなんか新しい視点じゃないですか、なんかわかんないけど。照り焼きいいですね、鶏肉。でお酒ってさ、未成年あれですかね、調理のあの料理酒だったら買ってもいいんですか。そう、そこだけ。でもね、良いんか良いんか、なんか一回調べたら大丈夫そうだった気がするけど。でもあれですよね、うちのお母さんは、私の母はですね、料理はあの焼酎使ってるんかな。焼酎とか絶対買えないんですよね、私。料理酒っていうのがありますよね。あれは買っていいのかな。イエスナンペアトンク、ユエスさん、イエスナンペアさん、ありがとうね。まああと半年ですけども、やってみる。あ、見逃される。なるほどね、やってみる。これいいで、鶏肉のやつをやってみたい。かぼちゃの煮物は大好き。あ、料理酒なら大丈夫なんだ。へえ。じゃあ次、チョコミントさん。ほうれん草とツナのソテー、美味しそう。名前うまいね名前上手だね、レストランみたい。オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪をフライパンで火にかけ、香りをオイルになじませる。うわ、そんなことするの素晴らしいね。あちをしたほうれん草とツナ缶を手早く炒める。塩コショウ、セウユで味を整えて出来上がり。おいし、美味しそう。包丁すら使いたくない、そんなあなたは。おお、さすがそうだよね。チンゲンサイとツナのオイスターソース和え。チンゲンサイをもぐ、耐熱皿にチンゲンサイを敷き、上にツナ缶をまぶす。ツナ缶の味だけでもいいけど、少しオイスターソースを回してかけてラップしてレンジでチン。チンゲンサイとかさ、あのほうれん草を私ね、あんまり買ったことなくて、ちょっと買ってみます。買ってみる。今の季節にぴったり、簡単、熱々、激うまお味噌汁。サバの水煮缶あら汁風。サバの水煮缶あら汁、あ、そういうこと。美味しそう。鍋で湯を沸かす。サバの水煮を缶に、サバの水煮缶を打ち込む。ほぐしてもいいし、形を残しても OK。 一煮立ちしたらお味噌汁を溶いて完成。うえ、美味しそう。私、サバの水煮を味噌汁にしたことはございません。サバの水煮から出汁が出まくる。だしちゃん、だし不要。お好みで豆腐やネギを入れたり一味を振っても美味しい。おー、いいですね、美味しそう。なんか私のメニューのレパートリーが今どんどん増えてってますね。ありがたよ、ありがたよ。チコメントさん、ありがとう。美味しそうなの教えていただきありがとうございます。ランタンさん、沸かしたお湯を内側の線まで注ぎ、蓋をして待つこと数分。あ、これはあれですね、蓋を開ける時間の速さで具材の硬さを微調整しつつ、よくかき混ぜてから食べ直す。味や種類も豊富で手間もかからない。これ以上簡単に作れる料理は私は知らない。まあ結局ね、そうだよね。カプラーメンちゃん、まあ、佐久間さん、簡単でよく作るのはアジのなめろう丼。え、アジのなめろう丼。アジの刺身を買ってきて、ざく切りにした後、大葉、ネギ、生姜をみじん切りにして、味と混ぜて醤油味噌で味を整えて、ご飯のせば完璧。火を使わない簡単料理で、美味しそう、美味しそう。これやりたい。なんかでもね、全部作りたいの多すぎてちょっとどうしようって感じ。嬉しい。私メニューのレパートリーがさ、なんか適当にコンソメとか入れてさ、野菜ぶっ込むっていうスープとお肉と野菜炒めるみたいな、こんくらいしかないよ。そう、レパートリー少ないのよね。だからありがたいですね、今すごくありがたや。大ちゃんとマーク、二次元裏切らないさん。豚肉の生姜焼き、私豚肉の生姜焼き、生姜焼きね、歌だけあんま出ないんです、出たことないんですよ。だから生姜肉間違えた、生姜焼きに馴染みがなさすぎてどうやって作るのかようわからない。豚肉の生姜焼き、肉を焼いてタレと絡めるだけ。タレ？タレって何のタレだろう。まあ醤油と砂糖で作れそうだよね。
しゃぶしゃぶ野菜や豆腐を切って茹でるだけ、お肉もしゃぶしゃぶするだけ、焼くだけか茹でるかだけ。しゃぶしゃぶ美味しいよね、簡単だし。やっぱ今の時期は鍋だよね。大ちゃん間違えた、大ちゃんさんは今読みましたね。そうですね、オニオンナイ、オニオン系ナイトさん、ようちゃんさん、ありがこたつありがとう。豚肉と例えば某吉野家のキムチ炒め、へえ。先に豚肉炒めてそこにキムチ入れて、待って、豚キムチ、豚キムチだよね。豚キムチめっちゃ美味しいですよ。豚キムチ作りたくなってきた。好みで焼肉のタレを少し入れたり、どんにもできるしょうかと。豚キムチに卵を入れてみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ、簡単だし。やってみてね、めっちゃ美味しいですよ。あの辛いのキムチが好きな方は多分食べれる、美味しいです。そんなに、うん、そう。イーグルシャックパンサーさん、手抜き料理は、あ、待って飛ばしちゃった。鶏もも白菜長ネギ鍋に入れて水に、鶏もも白菜長、あ、火にかける、ごめん、あ、歌わず見れない、いいや。お鍋入れてなかったね。余裕のないゆうちゃんさん、揚げ納豆をおすすめ。薄揚げを開いて納豆を入れたら弱火で焼くだけで簡単。あ、なるほどね、揚げですよね、あの豆腐とか大豆のあれに入れるのか、いいですね。あ、私のお母さんも昔作ってたな、美味しかった。通黒でも揚げって結構安いんですよ、比較的安い方の食材だから。で納豆も結構比較的安いから油揚げちゃん、いいですね。ヘルシーだしね、ヘルシーだし安いしね、簡単だし最高だよね。のりさん、ありがばら。すごい、今ねご飯のレパートリーがどんどん増えてる。やったー。あ、おいおいおい、あ、そういうの、あ、そう、なんだ、ポテチ、ポテチ食べろって送ってきてんのかと思ったらさ、ちゃんと料理だった。柴原さん、コンソメ味のポテトチップスにお湯をかければコンソメスープの出来上がり。コンソメダブルだと味が濃くなっておすすめ。本当に美味しいのこれ。本当に美味しいな、やってみようかな。ただ健康に悪そうだよね。本当に美味しいの。高野さん、ありがおぎ、ありがとう。油抜き、ゆうちゃんさん、ありがペンライト、ありがとう。そう、明日成人式だね。そう、え、納豆とかね、めっちゃ安いとこで買ったらめっちゃ安いよ。まあでもめっちゃ安いとこに行くのがめんどくさいか。まさきさん、とりあえずこれならご飯にぶっかけるだけで簡単、お値段高いのでお正月しか食べませんってことで、イクラと、これは何だろう、ルイベ漬け、まあご飯に合うあれですね、おかずですね。確かにこれ簡単ですよ。チャーミーさん、さつまいもを炊飯器に入れて水を、芋が半分埋まるぐらいまで入れてスイッチを押すだけ、ホクホクでトロトロな感じになる。冷凍して取ってあげるし、その後はチンでも新鮮解凍でもし。私炊飯器で芋、お芋、さつまいも作ったことがなくて、ずっと作りたいと思ってたんだけど、今このチャミさんの方のおかげで、あのやっと作り方が分かったので作ります。さつまいも大好き。さつまいも、業務用スーパーめっちゃ安いよね。ようちゃんさん、ありがペンライト。あとはイレブンさん、目玉焼き丼、あ、美味しそう。ノリーさん、あとまくダンコのナレージャーさん、うん、やっぱ冷凍食品かな、チンするだけで美味しいご飯の出来上がりっていう、そういう抜きじゃないよね。疲れたり面白くない時は TKG かな、卵好きなんで。まあ冷凍食品は簡単よな。トマトはね、美白にもいいんだよ。ひろっくんさん、豚丼、豚肉を市販のタレで炒めるだけ、おー、いいですね。ブキニャンさん、昔テレビで見てよく作るのは豚バラもやし。フライパンに油をひいて、その上にもやし一袋のせ、豚バラをで表面を覆い、あ、そんな感じなんだ、覆い、蓋をしてから火をつけて蒸らし焼き、肉に火が通ったら置けば味ぽんをかけていただきます。お、美味しそう、美味しそう、素敵。じゃあさ、そう、なんか手抜き料理って聞いてるけど全部美味しそうじゃない、普通に美味しそうだしさ、健康に良さそうなのもあるし、なんか、うん、素敵、いいね。なんか食べたいものがあるときはそれを作りたいと思うけど、なんか別になんか今日何しようかなっていうときはこういう料理を作りたい。チョコレートディスコさん、手抜き料理の数々ってか送ってきてくれてるんだけどさ、めちゃくちゃ美味しそうなんだよね、写真が。猫ちゃん可愛いし、めっちゃ可愛いやん、ロシアンブルーかな、これは。あれですね、めっちゃ美味しそうなんだよな、美味しそう。何、何、これ多分炒め物とかかな、
炒めるのってめっちゃ良くない？ただね、洗い物が大変なんよね。炒めた後にフライパンについた焦げを落とすのが大変。それだけがちょっと、それがちょっと大変なんですよ。お、ちょうど1時間経ってしまった。涼しい。あと7号のコメントでも送ってくれてる方いてありがとう。次、手を抜くときはデリバリーとかしちゃうから難しいけど、料理とは言えないかもしれないけど、ポン酢にネギとラー油を入れて、ポン酢にネギとラー油を入れて豆腐とかにかけたら食べたら美味しいよ。多分お肉とかにかけてもいけるかな。おお、いいね。今日ちょうど豆腐食べました。チュラテレテさん、ありがとう。ちょっと755の方も見ますね。じゃあ、これね、美味しそうだった。ソラタロさん、ブロッコリーのクタクタ、適当に細かく刻んだ生のブロッコリーをオリーブオイルとニンニクチューブ1センチくらいで炒めて、途中水を入れても白ワインを入れてもいいので、それでクタクタになるまで煮て、味付けはコンソメと胡椒、ウィンナーやベーコン、キノコ類を入れても美味しくて、パンにのせたりパスタと和えたりするのも最高に美味しいから、めっちゃ簡単だよって、すごくいいなと思いました。ちょっと一瞬失礼するね。一瞬配信止めていい？ごめんよ。ということで、続いていきたいと思います。料理しないんかい。次、ニシアンとマークぶっころ T シャツさん、セブンイレブンのコールスローを小皿へ持ってサラダ。私セブンイレブンのコールスローめっちゃ食べるんですよね。あと、冷凍ブロッコリーをダイソーで売っている温野菜レンジ調理器を使ってチンして、温野菜メインは3個1束で売っているチキンバーグにモッツァレラチーズをまぶしてチンして、チーズハンバーグに。これで包丁全く使わずに晩ご飯できます。ご飯は毎回炊くのが面倒なので、1回に2食分炊いて余った分は冷蔵庫で保存、保管、2日以内ならチンして食べても大丈夫です、ということで、美味しそうですね。おかえりお代理、ありがとうお代理。へえ、美味しそう。出すってる。メインは3個1束でっていうチキンバーグなんてあるの？それはセブンイレブンに。へえ。肉巻き、アスパラやムーチンさん、アスパラや人参をチンして豚の薄切り肉を巻いて片栗粉をまぶして焼肉のタレで仕上げる。カロリーの問題あるけど、これで白飯何杯もいけます。へえ、美味しそう。こんな感じでございますかね。エースのペアとのクリスさん、ありがおぎーちょらとやつさん、ありがはっとほう。ということで、多分全部読んだんですけど、皆様作ってみたい料理ありましたか？あの、普段料理しないよって方はちょっとこれをきっかけに作ってみたらどうでしょうか。どうでしょうか。普段料理しないよって、また作ったらみんなに報告するわ。はい、ということで、皆さんに手抜き料理をいただいていただいたんですけど、私の手抜き料理は、じゃあ最後に私の手抜き料理をね、紹介しますね。私の手抜き料理は、お鍋にお水を適当に入れて、本当に適当に入れて、あ、ごめん、ぐるぐる言った喉が。本当に適当に入れて、でその日のスーパーで安い野菜を買い集めて、本当何でもいい、野菜は何でもいい、私は何でも入れてる。んで野菜を本当に適当に切って入れるんですよ。で煮込むんですよ。でトマト缶とか入れたらトマトスープになるし、そこで醤油とか入れたら普通の醤油なんかスープになるし、だしとか入れたら、コンソメ入れたらコンソメスープになるし、適当にお味噌入れたらお味噌汁になるし、もうそんな感じでスープを作って食べるのが私はすごく好きです。やってみてね。はい、これは一番私が好きなんですね。はい、うん、ぜひやってみてください。ということで、皆さんにたくさんの手抜き料理を教えていただいたんですけれども、すごく勉強になりました。はい、長岡太郎さん、ありがなんだっけ、メールありがとう。ぜひね、健康な食生活を送っていきましょうね。What time? 9時10分か。ちょっと待ってね。
今ね猛烈にナッツが食べたくなってきた。なんかご飯の話してたら食べたくなっちゃったじゃん。ちょっと今お店の閉店時間調べてる。ナッツを買いに行きたい。ああもうダメだな。ようちゃんさんありがペンライト、ありがとう。そう、今日はグリーンカレーとナンがめっちゃ美味しかった。グリーンカレーとナンめちゃくちゃに美味しかったのでみんなも作ってほしいです。ちなみにグリーンカレーはカルディって言うんですけどね、あのお店あるじゃないですか、外国の食べ物とかいっぱい売ってる、あそこで買うやつですね。前いつもあそこで買ってます。はい、カレー残ってないの？カレー残ってますよ。カレーは私何でも保存するので冷凍庫に入れるんですよ。冷凍庫で保存してて、レッスンの時の昼ご飯に持っていこうかなと思ってます。おにぎりと一緒に。はい、そんな感じですかね。ということで以上で配信を終わりにしたいと思います。あ、冷凍庫アイスないです。アイスは買わないです。あ、東南アジア系のね、今日明日神保公園、ちょっとやんなきゃいけないこと思い出した。うわすごいいっぱいありがとう。シングさんありが多い。ちょっとどうしようかな。あのタワーの方の名前配信じゃないところで書けるように頑張ります。ちょっと待って、なんかどっかタイミングで書かないとな。どうしようかな。ようちゃんさんありがペンライト。わかった、ちょっと待って、タワーのクリスマスからお正月までにくださ、お正月にくださった方のタワーはちょっと待ってね、今日が9日か、あ、じゃあコンサート終わるまで、終わった時後の配信でちょっとショールームで見せれるように頑張ります。まあ、でき次第755に徐々に上げていくね。じゃあでショールームでこうやって見せるのはコンサート終わりのやつで見せれるようにしますね。コンサート終わった後の配信でまずにはショールームでみんなの全員の書きたいと思います。ランキングを見ますね。13位長岡太郎さん、長岡太郎さんありがとうございます。12位ちまさん、ちまさんありがとうございます。11位すーさんありがとうございます、ありがとうございます。10位おかっきーさんありがとうございます、ありがとうございます。9位チョロアトレッチさん、チョロさんありがとうございます、ありがとうございます。8位 S のワンペアともくゆうさん、 S のワンペアさんありがとうございます、ありがとうございます。7位チョコミントさん、ともくあらじで生姜入れるって書き忘れた、あ全然ありがとう、わざわざ名前教えてくれてチョコミントさんありがとうございます。変わった、お変わったね。13位チワさん、12位スーさん、11位チラタレジさん、10位 S のワンペアともくゆうさんありがとうございます、9位チョコミントさんありがとうございます、8位のりさんありがとうございます。7位おかっきーさんありがとうございます。6位長岡太郎さんありがとうございます。5位スノーさんありがとうございます。4位ようちゃんさんありがとうございます。3位ひいらぎさん、
ひらぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、1位は春野ゆえふちゃん、春野ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ということでね、本日の宇多田ハツカのバズりましょうも楽しんでいただけたでしょうか。楽しかったよ。明日はチーム4の2回公演なんですよね。久しぶりの2回公演、頑張っていきたいと思います。緊張するかな緊張するかな。じゃあまたね。達者でな。バイバーイ。